伊藤塾では2025年合格に向けて様々なコース用意していますが、今回は私の担当するプラクティカルコース、こちらの活用法とこういった方に受講していただきたい、そういったポイントをお伝えしていきます。コース名にあるプラクティカルというのは実践的、実用的であるという意味ですが、このコースはまさに実践的であることをテーマとしています。つまりアウトプット学習、問題演習の学習の長所を最大限に活かす。これによって実践的な学習を可能にする。そういったコースになっています。つまりこのコースではアウトプット、問題演習を主軸とした講座として成立しています。テキスト読みが苦手で、なかなか得点が伸びない。そういった方がどういった内面を抱えているかというと、情報が多くて覚えきれない。本当に記憶できているかどうかがわからない。テキストを読んでも眠くなってしまう。実際にカウンセリングを受けていると、こういった声は非常に多いです。そしてこういった悩みは、アウトプット学習の長所を活かして克服をすることができます。では、アウトプット学習の長所とは何なのか、逆に短所は何なのかということを分析していきましょう。それでは、アウトプット学習の長所でありますが、こういった長所があります。まず、狙いを絞ることができる。つまり、本試験問題を想定した問題の演習を行っていくわけですから、自然と試験で問われるポイントに狙いを絞ることができるわけです。次に定着度の確認をすることができる。正解不正解を通して知識の定着度を確認することができます。そして楽しさを演出することができる。正答数で課題をクリアしていく、そんな楽しみを演出することができます。一方で一般的なアウトプット学習においてはこのような短所も存在します。例えばセール趣旨が理解しにくい、体系を把握しにくい、そして網羅性を書きやすいということです。そして私の担当するプラクティカルコースにおいてはこのような長所を最大限活かしつつも短所をしっかり克服することができるものになっています。本コースのポイントは3つ。1つ目が段階的なカリキュラムを取っている。2つ目がアウトプット学習の弱点を克服しているということ。3つ目が早期かつ万全の記述式対策を実現しているということです。それでは一つ一つ見ていきましょう。まずは1点目、段階別のカリキュラムということで、これによって基礎から8点まで総合的に実力を伸ばすことができる、そういった3段階のカリキュラムを取っています。これによって基礎から8点までスムーズに実力を伸ばすことができるし、今現在基礎に不安があるなという方も安心して学習を進めることができるようになっています。具体的には、このコースで扱う択一式の知識は、A プラスランク、A マイナスランク、B プラスランクの3つに分かれています。そして、第1タームの基礎徹底解においては、A プラスランク、確実に判断すべき基礎知識、ここを集中的に扱っていきます。これによって、基礎知識を徹底的に固めていきます。次に、第2タームの総合演習会。ここでは、A マイナスランク、基礎知識の中でも差がつきやすい知識。そして E プラスランク、発展知識の中でも重要な知識、こういった差がつきやすいところを取り扱うことによって、ここで大きく実力を伸ばしていきます。そして第3タームの実践演習会、ここでは最後の択一式の総仕上げということで、本試験と同様、5種択一式の問題を使って、択一式の全般的なランクの問題の総仕上げを行っていきます。それでは2点目。アウトプット学習の弱点を克服しているということですが、先ほど申し上げたように、一般的なアウトプット学習の短所というのは、理解がしにくい、網羅がしにくいといったところにあります。そこで、当コースの教材においては、制度趣旨、なぜそうなるのかといった記載を充実させています。加えて、幅広い論点を網羅した教材、これに仕上げています。加えて体系的に全体像が分かるように教材をまとめていますので、知識がバラバラになりにくい、散在しにくいというメリットがあります。そしてこのコースの教材では、これだけやればいい、そういった合格に必要十分な知識を網羅した教材になっていますので、知識の一元化、これがこの教材で可能になっていきます。ですから他にあれもこれもやらなくていいんですね。
具体的には別途過去問だったり新たなインプット教材、これも不要でこれだけやればいいんだ、そのように信頼ができる教材に仕上げています。それでは実際に教材を見ていきましょう。こちらが基礎徹底会のテキストですが、このように基礎となる考え方を示して、そこから各問題に結びつけるようにしています。こうすることによって一つの考え方から複数の論点を一網打尽で理解をする、記憶することができる、そういった工夫をしています。そして、総合演習会のテキストですが、このように各問題のところで制度趣旨を復帰していますので、効率よく記憶をすることができます。従来の問題演習の教材というと、問題があって、解説があって、おしまいという構造になっていたのが従来のものであるわけですが、このコースの教材においては、このような制度趣旨、なぜそうなるのかという記載が充実をしていますので、むしろインプットの要素を多分に含んだ教材ということができます。それでは3点目、早期かつ万全の記述式対策を行っていくということですが、具体的には、ひな型対策、開放指導、過去問対策まで行っていく万全のカリキュラムを用意しています。それも一気に詰め込んでいくのではなくて、2件申請レベルの基本問題、4件申請レベルの標準的な問題、そして実践的な問題の演習、これを行っていくという段階的な作りになっていますので、スムーズに記述式の対策も行うことができます。さらに様々な充実をした学習フォロー体制を整えています。例えば、時期に合わせた勉強方法のアドバイスをしていく学習フォロー講義をこういったラインナップで実施したり、自分の成績を可視化しやすくする成績管理シートを提供していたり、加えてライブイベント、ズームイベント、こういったフォロー講義も行っていきますので、仲間と一緒に一人ではないという感覚を持って学習を進めることができます。本コースの年内のカリキュラムはこちら。まず冒頭に法改正講座ということで、直近の法改正のインプットで知識のアップデートをしていきます。そして次に択一式のメインパート、択一集中演習講座に入り、ここでは基礎徹底会、総合演習会、実践演習会の3段階の演習を行っていきます。そして択一対策の講義というのが10月の下旬までに配信が完了していきますので、その後に余裕を持って繰り返せるようにしています。そして次に記述式の対策についてですが、コネクト記述式基礎演習講座、ここでひな型対策も含めて記述式の基礎固めを行っていきます。そしてコンプリート記述式過去問演習講座、ここで過去問を演習を素材とした実践的な演習を行っていきます。このように択一式、そして法改正対策、記述式対策、そしてそれから年明けの統練へと進んでいきます。このような択一式、記述式、トータルでプロデュースをしていく、そういったオールインワンのカリキュラムになっています。それでは実際にプラクティカルコースを受講して合格をされた方の講義を紹介していきます。まず講義についてですが、話がハキハキしていて倍速で聞いていても聞きやすかった、暗記に頼らずに正解にたどり着く力がついた、信じてその通りにやって合格をすることができたという声をいただいています。そして教材面に関しても、いろいろな図表がふんだんに盛り込まれていてインプットも測ることができた、目標定答数の目安、これを目標として繰り返すことによって精度が高まった、テキスト以外のものは過去問も含めて何も手を出さなかった、だけれども高得点を十分に取ることができた、そういった声をいただいています。今期のプラクティカルコースにおいては、大幅なリニューアルによって、こういったカリキュラムのパワーアップがされています。解説講義の講義時間の充実化、問題数、問題形式の強化、そして記述式の新規中級講座の追加というものを行っています。教材に関しても新たな仕組みを導入しています。具体的には、同じ論点だったとしても、異なる問われ方の問題を併記することによって、様々からの角度からの問題に対応することができる、応用力をつけるための工夫を施しています。最後に、プラクティカルコースですが、こういった方に受講していただきたいと思います。問題演習中心の学習がしたい方、知ってるはずの知識の問題を落としてしまう方、記述式の早期かつ万全の対策をしたい方、
こういった方がプラクティカルコースの実践的な演習を通して確実に解けるレベルの実力を身につけることができる。講座が終わればそれができるようになる。そういったコースになっています。今回の動画は以上です。アウトプット学習の長所を最大限に活かす。このコンセプトに共感いただけた方は、プラクティカルコース、ぜひご検討いただければと思います。一緒に頑張りましょう。